ホークスの先発は中5日で登板のレイ。ランナーを背負いながらも回不在の穴を埋める海野が好送球。女房役に助けられたレイはアウトコース、インコースに投げ分け、粘り強く3回まで無失点のピッチングを見せます。一方、打線はオリックス先発山崎福也の球速差およそ50キロの緩急をつけたピッチングに翻弄され、チャンスを作ることすらできません。4回、レイがランナーを背負うと、オリックスの4番吉田正尚にツーランを浴び先制を許します。5回、またもや出塁を許したレイ。再び海野、肩でチームを救うと、7回、三度海野、仕掛けてくるオリックスを3度も封じる好送球で流れを渡しません。するとその裏、柳田が8試合連続となるヒットで出塁すると、続くデスパイネ、1軍復帰後初のホームランで同点に追いつきます。8回、マウンドには森。145キロを弾き返され、勝ち越しを許したホークス、5位オリックスに競り負けました。